インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。気になる音楽の聴き方を永遠に変える、アップルが新しい音楽サービスを発表。7位、29ポイント。アメリカの IT 大手アップルは8日、3000万曲以上が聴き放題になる音楽の定額配信サービス、アップルミュージックを発表しました。月額$9.99、日本円でおよそ1250円で、アップルミュージックに登録されている3000万曲以上が聴き放題となります。今月30日から世界100カ国以上でサービスを開始し、日本でも同じ日に始まる予定となっています。はい、今日のプレゼンターは裁判傍聴芸人麻生ちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。3000万曲以上聴き放題って、はい、本当に、ね、何のですかねと思ってこれ調べたんですけども、うん、まあ、月々1200円ほどでですね、 Apple Music に登録されている曲が、まあ、およそ3000万曲以上あるらしいんですけども、これが1ヶ月間聴き放題になると。無料で、はい、あ、いや月々1200円ほどです。さすが無料じゃないと思いますよ。あ、でもね、最初の3ヶ月ただ最初の3ヶ月ただらしいです。そうでしょ、はい、でも月々1200円ほどということです。それから1200円と、そうなるということです、うん、で、方法はストリーミングというもので、ネット上にあるものを自分のパソコンやスマートフォンなどで聞くことができる、はあはあ、これサブスクリプション型音楽サービスと言われているものだそうです、うん、で、これ実はですね、アップルの音楽サイトっていうのは、まあ、iTunes ありますけども、ここ最近その手のサービスに押されてダウンロード数が伸び悩んでいた。だから CD が売れなくなったってのはもう昔の話なんですよ。今やもうダウンロードをしなくなったということなんです。あら、だからこれからはストリーミングで聞く時代という、まさしく音楽の聴き方を永遠に変えるということなんですよね。で、日本でもこの手のサービスはあったらしいんですけども、日本であんま普及してないですよね。だからあんま知らないですけども、うん、というのも邦楽の数が少なかったと。あ、で、なぜかというと権利関係が難しくてあんまり数、そうなんですね、日本はいろいろあったんです。なかなか言いにくいことが多くて、で、今回 Apple Music がこの手のサービスを6月30日ね、今月末から始めるということですけど、じゃあその辺どうなってるのかということで、 IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を伺いました、はい、実は最近その辺の流れが変わってきてるというんです、うん、というのもこれ日経新聞によりますと、あの無料通話アプリの LINE ありますよね、LINE が LINE ミュージックというのを6月11日前後、あさってですね、に始めるというんです。これは月額500円程度で利用できるんですけども、その500円払えばその聞き放題なんです。それ何万曲、何千万曲、曲数は、ね、発表してないんですけど、そこ一番知りたいところなんです、まあ、ただ AVEX であるとかソニー、あとユニバーサルミュージックが資本参加してる。それ以外だとダメだね、まあ、そうなってしまいます、ね、そこなんだよ日本はね。必ずコンテンツに制限があるから。そうそうですね、はい、あと、さらに、先月末5月27日からは AWA というものが配信されてるんです。AWA です、ね、これはサイバーエージェントと AVEX が提供しているもの。だから今までは邦楽があまり扱われなかったって言うんですけども、なんか先々週からなんかそういうのが始まってて、あと明後日から LINE ミュージックも始まって、なんかちょっと変わってきてるという話なんですね。で、今回、ね、発表になった Apple Music ですけども、 Apple は iTunes っていうのがありますけども、すで、にそこで邦楽のダウンロード配信をたくさん扱っていると、はい、ということは少なくとも iTunes で売られている レコード会社とはもうパイプがあるから、結構邦楽が扱われるんではないだろうかとおっしゃってました。で、ちなみに日本向けの Apple Music Japan というツイッターも出来上がってましたし、公式サイトも立ち上がってたので、まあ、レコード会社と個別契約がもうすでに結んであるんじゃないかということだそうです、うん、で、ちなみにこれ気になるのが、はい、1200円くらい払えば1ヶ月間聞き放題ということですけど、これ通信料がかなりかかるんじゃないか、うんうんうん、ということで三上さんに聞いたら、確かに現状の携帯電話が提示しているパケット定額だとすぐにオーバーしてしまうでしょう、うん、だから基本は Wi-Fi の環境で聞くのが前提になるだろうということだそうです、うん、ね、
で、まあ、こういう感じで、まあ、新しいのが始まるということなんですけど、そうするといちいち CD 買いに行ったり、はい、ダウンロードしたりなんかしなくて、そうなんです、そこにピッとつながればいつでも聞けるわけ。そうです、 Wi-Fi の環境があればその3000万曲どれでも聞ける。ただダウンロードとは違うので、その契約をやめれば手元には何も残らない。手元にはないんだね。ないんです、うん、だから、これ、まあ、だからあの流しそうめんみたいなもんですよ、ね、なんでそれストリーミングしてるところピッと食べれる、いくらでもそうめんは食べられるんですけど、あのてめえの皿にはねそうめん来ないんですよ。あ、そうだ、流れてるそうめんピッと、だからいつでも流れてるんですよ。なるほど、1ヶ月間ね貯めておくわけにいかない、ね、貯めておかないの。でその流しそうめん参加するのは1200円ってことですね。そうそうそう、だから月々なら払わなくなったら流れなくなっちゃう。なるほど、例えとしてはそれですね、それでいいのかよく分かんない。いやいやいや、そのことだよ。確かに、で今日発表したのは Apple Music 3000万曲ですけども、今月末に発表ということで手元にはないわけです。でその代わりさっき言いました AWA、うん、日本で先々週から始まったものなんですけども、うん、ディレクターがですね先ほどダウンロードしました、うん、これは数百万曲聴けるということなんですね。だから聴きたいこうアーティストとかのこう名前を検索すれば、これどういうレベルだって、ABEX がまあ主体となって、それ以外も入ってるんですよ、いろいろ。例えばじゃあサカナクション、うん、ね、ギョケさん好きなんじゃないですか。大好きですよ。サカナクションって検索すると、うん、曲が、何曲もでアルバムも入ってるでしょ。これ全部タダで聴けるんですよ。ちょっと、これえらいことだよ。タダってあの3ヶ月間今タダで目の色今変わりましたね。これ見せられるとやっぱりでしょ。アルバムのこう画像も出てきて、これが今のとこ3ヶ月間タダで。だからツタヤ行ったらバーッとあるけど、一時借りなきゃいけないから。そうなんだ。これだったら大変な時代になったんだね。だから後々これ有料になるんですけど、それでも360円で1ヶ月間もう全部聞き放題。サカナクションだけじゃないですよ。そうだね、うん、やばいった、まいった。で気になるのが、今まで CD って、ね、1000円だって3000円でアルバム買ってたじゃないですか、じゃあアーティストへの分配ってどうなるんだって気になりますよね、ということで音楽ジャーナリストの高橋義明さんにお話を伺いました、はい、そうするとアーティストへのお金はかなり厳しくなると、というのもヨーロッパで流行っているその手のサービスで Spotify っていうのがあるんですけども、これが批判がすごいと、というのもアーティストに対する分配が少なすぎるということで、いろんなアーティストがもう楽曲をもうそこに提供しないとなっているということで、 LINE Music とか Apple Music はとにかくアーティストにはちゃんと還元しますよってことをアピールしている。長期的にやっぱりそうしないといい音楽がどんどん育っていかないもんね。結局ほら消費者も損だよね、だからそれをちゃんとしますよと Apple は言っていると。まあどうなのかね、はいはい、麻生ちゃん3万曲聴き放題 Apple Music について調べてくれました。